攻めた。責めたでしょ、姉やんを。姉やんはこんなに苦しんでいたのに。ふざけんなよ。え？お前が傷つけたんだろ。お前がやったことで苦しんだから、ああなっただろ。死んじゃない。姉やんにキスしてあげて。姉やんはずっと兄やんが好きだった。あの日も本当は姉やんはフラフラだったんだ。私が無理やり呼び出した。兄やんがいるって知って無理してたんだ。今にも倒れそうだったのに、兄やんと一緒にいたくて必死で立ってたんだ。悪いと思うのなら姉やんにキスしてあげて。ひよこのそばにいないの？みなこんな状態。この学園にいる人はみな、ひよこだって同じはず。なのに、どうして？そばにいる資格がないかった。資格？あなたたちは昔からずっと一緒だったじゃない。子供の頃からずっと。どうして今更資格を失った？そうだそうだ、ずっと一緒だった。ずっとずっとずっと一緒だったのに、今になって俺は資格を失ってしまった。大切なものを壊してしまったんだ。もう、ヒヨのそばにいることはできない。してはいけない。だったら、姉やんの気持ちを受け止めてあげて。それは。もう、ヒヨコと一緒にいることはできないんでしょ？悪い。でも俺、もう気づいちまったんだ。
気づいてしまった気持ちに嘘はつけない。俺は一度だってあいつらに嘘なんかつきたくない。一緒にいれなくても。そうだ。バカじゃないの？ああ。あれはきっと、例えるなら朝色。え？黄昏の中に浮かぶもみじはまるで朝色のようで。ちょっと待ってくれ。それはあなたたちしか知らないはず。ああ。勘ぐらなくても別にあなたたちの誰かが話したわけじゃない。それにこれは盗み聞いたわけでもない。じゃあ、あの日あの場所にはあなたたちの他に私たち姉妹もいたってだけ。姉やんはずっと謝る機会を伺っていた。ヒヨニか。姉やんはああすることが自分の使命だと思っていた。お父様もお母様も喜んでくれるんだと、そう思っていた。使命？そう、子息家に生まれた者として当然の義務だと。どういう意味だ？子息家は意志の家系、古い古い歴史を持つ。そう、同じく意志の家系である組神家とやり方の違いでずっといがみ合ってきた。今でこそそのやり方の違いが意志としてどうあるべきかって、ただのスタンスの違いなんだって理解できるけれど、当時はそんなことわからなかった。ただ組神家のやつは悪いやつなんだって思ってた。お父様とお母様を困らせる、おじい様とおばあ様を困らせる、ご先祖様もずっと困らせてきた悪いやつなんだって。幼いながらにお家の役に立とうと、悪い奴をやっつけようと思った。そうすればお父様もお母様も喜んでくれる。きっと褒めてくれるって。それが、いじめ。あの頃の姉やんには、それ以外の方法が浮かばなかった。でも、それはいけないことだった。あの後、姉やんは悪い奴は自分だったんだと泣いていた。他の誰かをいじめていたなんてことが。
謝ろうと。だからネーアンはこっそりとあーたたちの様子を伺うようになった。でもひよこが一人の時に近づいても彼女は逃げるばかり。だからネーアンは、変わらないのね。だから俺たちの様子を。そう、ネーアンはあーたたちの様子を伺うようになった。謝る機会を探して。そうしてある日、ねえ、あの日ニーアンがあの場所で言ったこと覚えてる？アータは言った。俺、いつかこの景色を絵にしたい。形に残したいんだ。それはあーたたちにとっても大きな意味を持っていたみたいだけど、あの日あの場にいた他の人間にも大きな影響を与えたんだよ。待ってくれ。それじゃあ、ネーアンが芸術家を志すきっかけとなったのは、アータの言葉。子供が夢を持つきっかけなんて、いつだって単純。でもネーアンは、ずっとその思いを大切にしてきた。
いつしかそれが本当の夢になるまで。そうしてこの学園で、アータと再会した。どうして、この学園を？それはアータも同じでしょ。芸術家を志すなら、誰だって一度はこの学園を夢見る。ねえ、わかる？アータに再会したとき、姉やんがどれだけ嬉しかったか。一生懸命に頑張って頑張って、ようやく掴んだ夢の切符。そこで、自分にその夢を見るきっかけを与えてくれた人と再会できた喜び。しかも、それは姉やんがずっと感謝していた相手。自分のしていたことが悪いことだと教えてくれた。自分を悪い子にしないでくれた相手。姉やんはずっとあーたに感謝していた。いつかあーたと会えたのなら、いつかあーたと再会できることがあったのならって、姉やんは自分を磨き続けてきた。悪い子じゃない自分を、良い子になった自分を、そんな気持ちが、いつしか感謝から愛情に変わっていたって、何もおかしくない。だって姉やんは、結局謝れなかったんだから、そのことをずっとずっと後悔し続けてきたんだから。ちょっと、そこのあんた。え？そう、そこであたりを見回している挙動不審なあんた。私、あんなにいっぱいいっぱいな姉やんを見たのは初めてだった。赤組にずっと不登校の生徒がいるってことは知ってたけど、姉やんだとは知らなかった。赤組の皆もそんな話してなかったし、ひよこは私たちに近づきもしないし、姉やん、テンパっちゃったんだね。目の前にいるのが兄やんだって分かって、どうしたらいいのか分からなくなって。でも、兄やんだって分かったからこそ、認めてほしくて。自分はここまで来たんだって。去年は優勝だってしたんだって。きっかけをくれた兄やんに、認めてほしかった。兄やん。はい。姉やんのこと誤解しないで。姉やんの気持ち受け止めてあげてよ。兄やん。俺にはそんな資格はない。どうして？止めてくれたってさっきそう言ったな。悪い子にならずに済んだって、それがきっかけだって言うのなら、俺には青姉に好きになってもらう資格なんかないんだ。だって俺はいじめを止めようとしたんじゃない。彼女が受け取った意味で間違いを正そうとしたんでもない。俺はそんなことを言わないで。けど俺は真実なんてどうでもいいんだよ。あの時、兄やんがどんな気持ちで、あの行動に出たのかなんて、今さらどうでもいい。大切なのは、姉やんが兄やんを好きだということ。今この時も、きっと兄やんを思っているであろうということ。私は神父じゃない。兄やんの懺悔なんか、聞いてあげない。ただ私は姉やんの妹として
姉やんが大好きな兄やんにお願いをしているだけ。君は自分勝手、知ってるよ。私は自分勝手で、卑怯で、姑息で、目的のためには手段を選ばない。そんなの今更でしょ。ね。まるで何？いや、なんだかいつもの君と様子が違うような気がしたから。君がお姉さんのことを思って俺に頼み事をしているのは分かったよ。姉やの気持ち分かってくれた。ああ。じゃあ。でも君は俺と本心で話していない。え？君は一体誰だ？何言ってるの？俺もそう思う。自分で一体何を言ってるんだろうって。でも俺の目の前にいるのは本当に子息キヨさんなのか？君でない君が俺と話をしているのなら、俺が何を言ったって君と話をしていることにはならない。だとしたら、俺は君でない君の存在を疑わなければならない。そして同時に、君のお願いも何かの思惑があってのものだと思えてきてしまう。言ったことは本当だよ、姉やんは。それは君の言葉か、それとも君でない君の言葉？さっきの話が嘘だなんて思ってない。でも私が私でない限りは私のお願いを聞くわけにはいかない。そうだ、君はお願いだと言ったけど、君でない君は俺を脅しているだけだから。何度も言うが、俺はヒヨが。待って、ここではそれを言わないで。もしかしたら姉やんに聞こえるかもしれない。ねえ、代々医師の家系に生まれた者が芸術家を志すってどういうことかわかる？え？姉やんが芸術家になりたいって言った時、両親はものすごく反対した。そりゃあそうだよ。両親は当然医者を志すものだとばかり思っていたんだから。でも結果として今、私たちはここにいる。これは
両親にとってあり得るはずのない事態なんだよ。あり得るはずのない？そう。だって両親は私も一緒に夢見取り学園に入学することという条件でこの学園を受けることを許可したんだから。君も一緒に？そう。両親は不可能な条件を突きつけたの。姉やんは将来のために本気で取り組んでいたから、両親ももしかしたらって思ったんだろうね。でも私は違う。それまで芸術になんか興味なかったし、デッサンだってまともにやったこともなかった。だからその条件なら落ちるだろう。そして諦めるだろうって、そう思ったんだろうね。希望だけ突きつけておいて、実際は自分たちの思惑通りにことを運ぶ。たちの悪いやり方だよ。でも、姉やんのためだから。両親も一度言ったことだし、しかも姉やんを諦めさせようとして出した条件だから。そこで私が受かれば、今さら撤回はできないと思った。だから私は。待ってくれ。君が努力したのは分かったよ。そして、現にここにいるんだ。君には才能があったんだろう。でも、この話には、一つ欠けているものがある。欠けているもの？君の気持ちはどこにあるんだ？両親に理不尽な要求を突きつけられて、でも、お姉さんのためだからって努力して、そこまではわかる。なんて気安く言ったら怒られるかもしれないけど、話としてはわかる。でも、君は興味がなかったんだろ？夢見取り学園への入学を望んだのは、青姉だけだ。それなのに、君はどうしてここを受けたんだ？どうして？簡単だよ。姉やんが好きだからだよ。本当に、それだけ。いや、疑ってるんじゃなくて、そんなに簡単に言い切れることに驚いたっていうか。そう。だって、将来を決めるって重大なことだろ。姉やんのためだから、どうってことないよ。姉やんもそのことを気にしてたよ。姉やんは、両親に条件を突きつけられた時点で、諦めようとしたんだ。私が受かるかどうかはともかくとして、私を巻き込んでしまったことを嘆いていた。腹を立てるべきは、そんな理不尽な要求を突きつけた両親に対してだっただろうに。私には、そんなことどうでもよかった。姉やんの役に立てるんだ。私にとって、頑張る理由なんて、それだけでよかったんだよ。君が、それから積み重ねた努力は、俺なんかの想像が及ぶものじゃないだろう。けど。私はね、姉やんのために生きてきたの。イーアンが聞きたいのは、そこでしょ？いいよ。それでニーアンが納得して、レイアンに優しくしてくれるのなら、話すよ。
でも、覚えてないのかな。ミーアンが以前言っていたことなんだけど。俺が